ナイフで殺しておいたらしい。同じように死なしてやろうと思ってな。お前が死ね。あのまんまなんですよ。一歩中に入ると。すいません。猿じゃねえんだからよ。言ってることは分かんだろ。ええ、それは分かるようで。お姉ちゃん、コカインの残り少ねえんじゃないか。あと半分あるよ。だけどその決め方じゃあと何日も持たねえだろ。なくなったらそいつにもらう。こいつか。そうはいかねえんだよ。こいつは俺んとこのもんでな。俺に断らねえと指一本動かせねえんだ。ゲチくせえな。バカじゃねえ。だけどお姉ちゃん次第じゃな。俺が一生分の薬保証してやってもいい。一発やりたいなら今やってもいいよ。女には不自由してねえよ。他のことやってくれたらだ。なんだよお姉ちゃん。よ、ガイってやる覚えてんだろ。あの口うるせえやつか。あの野郎、約束破りやがって。畜生。そいつを殺してほしい。うん、あいつ殺したらあんた一生分の薬を手に入れることができる。てめえも約束破んじゃねえのか。約束は守る。こう見えてもな、俺は人を裏切ったこと一度もねえんだよ。おい、これ信用できんのか。バカ野郎、何言ってんだよ。うちの頭だぞ。そっか、じゃあいいよ。あいつ殺してやるよ。頼んだぞ。お姉ちゃんの家は頼りだ。ちょっと待てよ。あいつを殺そうとしたら逆に私を殺されることだってあるじゃねえか。そうじゃ心配いらねえよ。なんでだ。ガイはな、おめえのことは絶対殺せねえんだ。銃撃事件の起きた六本木のビルの近くに来ています。現在現場付近は警察により今もなお厳重に警戒態勢が敷かれ。お前敵に回ったんじゃなかったか。話次第じゃ味方にもない。全くわからないようになっています。事件は昨日の日中起きました。こんな派手なことやりやがってどういうつもりだ。お前銃の乱射。ここはもう閉めるんだ。おお、とんずらすんのか。寂しくなるな。一儲けしたからな。とりあえずは大成功だ。お前未練ないのか。あ、さやに娘がいる。知ってるよ、会ったこともある。その娘はな、俺んとこで預かってる。ひでえ役中だ。あんなもんどうにもならねえ。
さっき話次第では味方になるって言ったな。どんな話だ。今時の若い者の間じゃコカインが流行らしい。クラブの DJ あたりから広まったらしいんだが、俺たちが扱ってるシャブよりよっぽど売れる。そいつを下ろしてくれたらいい商売になるんだがな。中国野郎が潰れたんで俺たちと組むってことか。お前も節操ねえな。金になることだったら誰とでも手を組む。ヤクザってのはそういうもんだ。お前にとっても悪い話じゃないだろ。荒ごとやらなくたって儲けを俺たちと折半にすればいいんだ。儲けは全部自分のものにするのがコロンビア人のビジネスだ。そっか。じゃあ話は元に戻るな。敵味方になるぞ。さやの娘か。面倒だな。コロンビア人は家族を大事にするって聞いたかな。お前少年院の頃よりは交渉事が上手くなったな。20年だからな。いつだ。今夜にでも連れてきてやるよ。じゃあ今夜10時大黒島だ。ほう、船を使うのか。うまい老け方だな。老けるんじゃねえ、戻るだけだ。おじゃおじゃ言うね。銭儲けさせてやるよ。乗れ。何なんだ一体。長坂美希を知ってるな。長坂組の組長だろ。なんか弱点知らねえか。弱点？弱点なんて言われてもな。あいつの弱みを教えろ。弱みになるかどうかは分からないが、銀座のクラブに愛人がいるって聞いたな。よし、それでどこの店か調べろ。両高い、お前を逮捕する。六本木じゃお前のことを目撃したやつは何人もいるんだ。誤解に関するトラブルの証拠だって分かってる。俺はお前を逮捕したら三階級特進だ。撃ってみろよ。なめた口聞くな。三階級上がって金いくらもらえるんだ。月1万か2万か。愛人のことを調べてくれたら500万くれてやる。欲しくねえか。
きましたぜ。おいろ。出させてやるほど惚れた女だそうだな。その娘と交換だ。てめえ、コロンビアでは儲けは全部自分のものにする。やったよ、交換だよ。こせ行け、大事な男が待ってるぞ。行け。行くよ。動くんじゃねえ。手挙げてじっとしろよ。膝つけよ。何？膝つけっつってんなら聞こえねえのか。ほら撃つぞ。おめえパパだろ。さやがよ、ちっちゃい頃から言ってたんだよ。京子のパパは外国に行って大物になってるって。必ず迎えに来るって。くだらねえこと信じやがって。バカだよさやは。自分の母親を呼び捨てにするのはよくねえな。せえ。毎晩どっか引っかい違う男連れ込みは旦那も親じゃねえよ。お前も似たようなもんじゃねえのか。誰のせいだよ。自分勝手に吹きやがったてめえのせいじゃねえのかよ。甘ったれんな。涙流して謝ってもらいたいのか。てめえ本当にぶっ殺すからな。てめえ殺せば一生分の癖が手に入るんだ。誰からだ。あいつからだよ。ミキオ、そう言えずか。日本のヤクザもな、儲けは自分のものにしてんだよ。そっか。ちょっとどいてろ。だらそうに。大人の話にガキが首突っ込むじゃねえ。どけ。最初比べてどれだけ腕があったか楽しみだぜ。そらこっちのセリフだよ。ざけんなてめえら、仕方しやがって。マスター！
俺のが上だな。俺のが上だよ。ブラックマンの話をしようか。なんだそりゃ。カーニバルの悪魔だ。人が死ぬと夢に出てくる。耳元で囁くんだ。お前はもうおしまいだ。お前は永遠に死んでしまったってな。お前ヤギが待ったんじゃねえのか。そんなものに取り憑かれてると思わなかったぜ。そうだな、ヤギが回ったのかもしれねえ。つべこべ言わずにさっさと殺せよ。俺ら そのなんだ、そのブラックマンってやつになってや、俺が夢の中に出てきてやるよ。勘弁してくれよミキよ。お前の夢なんか見たくもねえ。あのガキのこと頼みたいんだ。なんだと。埋めてやってくれ、あのガキを。胸に十字架を置いてくれればブラックマン出てこねえ。ミキよ、俺がコロンビアに戻っても組織の奴らは来る。気をつけろ。死ぬんじゃねえぞ。じゃあな。遅かったです。ゆうべ亡くなりました。眠るようにスーッと、全然苦しまずに。さすが母親だ。娘の後を追ったんだな。さや、一つだけ聞きたかったんだ。お前ミキオとも寝たって言ったよな。あの子どっちが父親なんだ。そんなことはどうでもいいか。お前の娘は変われないもんな。また日本を出ていくよ。今度はヨーロッパでコカインを売るんで。アディオス。